ブラジーミル・モノマフは、ロシア帝国が建造、保有した、装甲巡洋艦である。ロシア帝国海軍では当初は、半装甲フリゲート、1892年2月1日からは一等巡洋艦に、分類した。艦名は、キエフルーシのブラジーミル・モノマフ大公に由来する。19世紀、ロシア帝国が、外洋進出を目指した時期に、 主力艦として整備された太陽巡洋艦の一隻で、その時代には地中海並びに太平洋方面のロシア艦隊の中核的役割を担う軍艦の一つであった。日露戦争の時にはすでに一戦を退いていたが、第三太平洋艦隊に選抜され、日本海海戦で戦闘の末自沈した。ブラジーミル・モノマフは、 ドミトリー・ドンスコイ級の2番艦として設計された。この艦級は、ブラジーミル・モノマフの建造が、ネームシップの、ドミトリー・ドンスコより先になったため、しばしば、ブラジーミル・モノマフ級とも呼ばれる。建造当時、ロシア帝国海軍にはこのクラスの艦船に適した、艦首の候補に、フリゲートと、巡洋艦という正式分類があったが、ブラジーミル・モノマフは、 姉妹艦とともに、全社へ分類された。設計上の特徴から、半装甲フリゲートとも呼ばれた。1892年2月1日付で、ホブメ時代からの分類法が改定されると、ブラジーミルモノマフは、他のすべての太陽巡洋艦とともに、新設された一等巡洋艦を構成した。その前世時代には、バルト艦隊地中海艦隊やバルト艦隊、 太平洋艦隊の中心的存在として、バルト海から太平洋までの広い海域を行き来した。関与した最も大きな歴史的事件は、1895年の三国干渉と1897年のウラジオストク解説、そして1900年のギワダ団の乱である。ロシア帝国海軍が艦隊主力を艦隊総攻艦とする。 更新転換をすると、1901年12月に、本国へ引き上げた。巡洋艦としての役目も、次世代の一等巡洋艦に譲った。20世紀初頭には、もっぱら練習艦隊で、士官候補生や水兵の養成に貢献した。1903年から1904年にかけて、練習艦への改修工事が行われており、 第2太平洋艦隊への編入は見送られた。しかし、第3太平洋艦隊としての増派が決定し、工事が完了しないうちに、前線への復帰が命ぜられた。工事は最低限のもので終えられ、スエズ運河経由で極東へ向かった。第2太平洋艦隊に合流後は、巡洋艦主体に編入された。1905年5月14日には、 VA ポポーフ一等左官の指揮の下、艦隊を追跡する日本海軍の巡洋艦、泉に対し激しい砲撃を加えた。ブラジーミル・モノマフの報告によれば、この戦闘で、泉に損害を与え、時間は無傷のまま戦闘を終了した。泉側の報告では、この戦闘においての損害は記録されていないが、小笠原長尾の書いた作品には追跡中の被弾した。 際の戦死者に関する総話がある。主力決戦と並行して行われた日本の巡洋艦隊との戦闘では16時に重量砲弾を受け火災を生じた。夜間戦闘では三度敵の水雷艇の攻撃を撃退したものの21時にはついに選手第二国炭庫に魚雷が命中した。老朽化していた水密核兵器は 海水の流入に耐えきれず、崩壊した。これによって、両ボイラー室と、右元機関室が浸水し、排水ポンプへの電気供給が止まって排水ができなく、なった。ポポフ艦長は艦を座礁させるために、朝鮮半島沿岸まで航行させようとしたが、津島までたどり着くのがやっとであった。そこで、仮想巡洋艦、サドマルからの砲撃を受けた。 傾斜は18度に達し、反撃に使用できる武器は 75mm 砲しか残っていなかった、ブラジーミルモノマフは軍艦機を下ろして進行を停止した。この行動を見た、サドマル側は降伏と判断し、砲撃を中止して捕獲を試みたが、失敗して11時30分に退艦した。それからしばらくは浮遊していたものの、14時30分に沈没した。 上院は、サドマルと来航した、満州マルに救助された。1905年9月19日、ブラジーミル・モノマフは、海軍から除籍された。ありがとうございます。